お客様にご協力とお願いを申し上げます。演奏中の写真撮影は可能ですが、ビデオ撮影、録音、コールなどの飲食は禁止のため、ご入場いただいております。また携帯電話をお持ちのお客様はマナーモードにお切り替えをお願いいたします。皆様のご協力をお願い申し上げます。 宮津港に入った時は宮津藍が中心のお城か廃屋でした。里町島に移ったら里沖さんに変わりました。山形県は酒田港に入った時は庄内廃屋、津軽に移ったら津軽藍屋でしたね。これは日本海を攻撃して使われた北前船の演習たちが各港に渡り、極東海ながら津軽まで運んできた津軽藍屋の指揮を下さい。 それに新民謡にリンゴ節というのもありますので、2曲メドレーで演奏します。